4月の29日月曜日、こんにちは、大塚秀です。今日はゴールデンウィークで休みなんですけど、なんと東京からピーターさんとワタックス Vlog の白石さんと、あと沖田マネージャーが遊びに来てくれるということで、もうそろそろ着くらしいです。すごい楽しみ。みんなで爽やか食べたりします。今からみんなでレンゲージを一周します。松浦さんいるかな。コーヒー飲みに来ました。朝の松浦。あ、ちゃんと本当だ、松浦コーヒーって書いてある。書いてある、一個一個書いてあるんですよ。やばい、おしゃれすぎる。これ自撮りマンがこのところにぎゅうぎゅう詰めになってる。そんなとこに。やばい、おしゃれすぎる。めっちゃおいしい。おしゃれすぎる。めっちゃいい写真、いい感じ。緑の一番結構雨降ってるっぽいな、うん、雨降ってる公園でこの人数だからすごいっすよね、うん、藤を見たい。藤ならがね、すぐそこに、すぐそこです。こっちであるんです。もう唯一無二だから。さあ今から爽やかに行きます。白石さんと沖田くんとピーターさん3人は爽やか、初爽やか、爽やか。こうどん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 期待値を上げてもらっても構いません。マジですか。一体どんなのが来るだろうっていう期待値。肉の期待値。それを優に超えていきます。マジですか。言うてたりしたことないやん。そうそうそう。静岡のやつら言い過ぎだろうみたいな。乗り過ぎだろうみたいな。爆弾ハンバーグの風味だよ。運動するとお腹が減るという。運動したっけ。ちょっと素晴らしい。あ、座れます。受付何こんだけです。さあ、とうとう僕らの番が来ました。チラシさんに感想を。いやめちゃめちゃ美味しかったですよ、さやかの。あの肉感が半端ない。半端ない。そうですね。うん。あの期待値以上でした。いや嬉しい、嬉しい、嬉しい。めっちゃ良かった。3人とも美味しいって言ってくれて嬉しいです。おかわりした。おかわりした。そう、おかわりした。ああ、そうだ。俺真ん中だ。松浦コーヒー美味しいです。美味しい。松浦コーヒーは。美味しい。カフェオレも美味しいです。本日3杯目。カフェオレ美味しいよね。美味しいです。犬にめなくちゃにされて気だらけに名残惜しいけど、名残惜しいけどこれで
もう心の声が出ちゃってます。ボイドだからね。怒られちゃう。ボイド。よし。持ってるかな。使えないよ。あ、でもそんな時ってなんか。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。気をつけて。じゃあね。おすごい。あのピーターさんがベイブさんに報告しないと。はい、本当楽しかったです。ありがとうございました。はい、楽しんでください。ではでは、また会いそうですけど。See you.